さんこんにちは、中高年向けどこでもできる誰でもできる健康体操では一緒にやっていきましょう。よろしくお願いいたします。朝起きてちょっとこう体をね目覚めさせていくっていう時にどうでしょう。腕を前後に振ります。気血を巡らせるように滑らかな動きで行います。体操の時はどの体操でもいつでもおへその奥の方、中丹田に軽く力が入っている、その感覚を保ちます。そう、慣れてきたらですね、右手がクロールで左手がハイエー、少し頭の体操にもなるんですけれども、右手クロール左手ハイエ、右手クロール左手ハイエ、反対、左手がクロール右手がハイエ、同時に行います。左手クロール右手ハイエ、左手クロール右手ハイエ、左手クロール右手ハイエ。で、ごちゃごちゃして難しいなっていうことであれば、この前後交互に振るので構いません。で、ここからくるりと回せば先ほどの右手クロール左手ハイエっていう、そういう動きになっていきます。どちらでもどうぞ。次にスワイショというものですけれども、ご自分の体を軽く叩くコーダでスワイショですね。で、基本の形はおへそ、そしてそのおへその裏、これをこの手のひらと甲で交互に叩く。腕はこのでんでん太鼓のような形でね、これを数回行ったらば、後ろの腕の形は同じなんですけども、肩があって、肩口があって、首の付け根があって、その肩と首の付け根のちょうど真ん中ぐらい、肩の井戸と書いて、剣聖と言われるツボの位置があるんですけど、そこに手がポンと当たるような感じで、軽くパチンと。反対も同じことね。こちらでパチンパチンパチンで、数はそんなに決まってないです。で、数回行ったら今度は腕、二の腕のところね、二の腕に腕がパチン、二の腕にこう、終わったら今度体側ね、ズボンの縫い目、お洋服の縫い目がある体側に向かってパチンが進んでいきます。後ろの腕は一緒で、くるぶしのところまで、体側伝ってくるぶしのところまで降りていったらまた戻っていきます。ここからくるぶしのところまで行ったらまた戻ってくる感じ。そうそうそう。で、またおへそのところに来て、牽制、二の腕、降りていきます。体側、戻ってきます。おへそ。これを、数往復、理想的には、9往復ね行って、で最後は空気をこう丸く集めてきて、手のひら胴球を重ね合わせるようにしておへその上に置いてリラックス。
これにて